漢記念8年6月24日は、中国北宋の政治家、詩人、文学者。字は地形、語は宋、宋州安陽県の人。本願は、上州山高県。南宋の最小の漢下部との総祖父にあたる。主要作品は、安陽州、漢歌期、有子などがある。天聖5年の下居で、自席合格し、紳士となる。 皇帝元年先生卒身に任命されると、聖火攻撃を主張、遠征を試みるが、六番山にて一万人の損害を出して、失敗に終わる。翌年も、藩中炎と共に、聖火を攻撃するが一万弱の軍勢が全滅する、大敗を喫すなどの失策があった。喜び歴三年、数密福祉に就任、藩中炎、府。 筆などが推進する、喜び歴の申請に、積極的に関与している。下遊2年、蘇哲が、真氏に旧大すると、当時数密氏であった菅、に書簡を送り、今後の政策提携を打診している。この時の書簡が現在、上数密官大書と称されるものである。下遊3年、最初に就任する。栄葬即位後は、義国公に封じられ、 真相が即位すると、総集に出反している。元老重臣として、王安石の返邦に終始反対した。記念8年、67歳で病死した。起草の時、功績から義軍王を追贈された。手記はその著書である、三笹明信元公録のうち一巻を全て巻に当てている。ありがとうございます。